はい、皆さんこんにちは、ヒトです。今日はね、メダカの話なんですけども、今ね、こんな状態になってます。この NV ボックスの下にメダカがいるんですけども、なぜこうなってるか今日はちょっと説明していきたいと思います。実はね、今年3度目の襲撃を受けました。はい、こちらがシュインカーメダカなんですけども、20匹いたのが 1,2,3,4,5 匹、あれ、また減った、なんか減ってますよね。あ、そうそう、6匹までね、減りました。はい、なのでちょっとね、もう蓋しちゃってるんですよ。いっぱい増やしたのに。こちらもブラックダイヤいっぱいいたんですよ。いっぱいいたんですけど、何匹？ 1,2,3,4,5,6 7匹めちゃ減った。はい、なのでアライグマの脅威からメダカを守るためにこういう状態になっちゃってるんですよね。もうみんなが、全てが全て中途半端な数になっちゃってる。これね、こっから復活できるのかなって思ってるぐらい。ただただですよ、実はね、先ほどの深海メダカちゃんなんですけども、めっちゃ頑張ってくれてね、実はね、ここにね、はい、これね、20匹ぐらい入ってると思うんですよ。子供たちがめちゃくちゃ生まれました。なので、まあ、合計25匹ぐらい今いるんですよね、まあ、これは大丈夫。これみゆき、みゆきもね、今年めちゃくちゃ増えた。ちょっとみゆき見に行きましょうか。あそこにもおるんですよ。もう混ざっちゃってるから仕分けするのが大変。ちょっと見てみます。見て、こんだけ増えました。これだけはね、ちょっと、ま、守りきったんですよね、みゆきね。よいしょ、またやられちゃうんで戻しておきましょうかね。で、このね、厳重な警備なんですけども、夜の間外してたんですよね。なぜかというと、あんまりね、やっぱり蓋ばっかりしてるとメダカに良くないんで。そう、これやってる理由ってもう一つは暑い。もう昼間とか40度超えるんで、もうこうしないとメダカがもう茹で上がっちゃうんですよね。はい、ということで、うちの家ね、結構こう住宅街なんですけども、大阪からもう30分ぐらいで来れるところなんですけども、結構自然が多くて動物が多いんですよ。アライグマが今年3回出ました。ということで、こういう風な状態になっています。はい、初心者の皆さん、大切なメダカ守るために、ね、絶対に網かなんかした方がいいと思います。はい、ということで、時々ね、メダカのこともアップしていこうかなって思いますね。皆さん、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ヒトでした。いや、今ね、実はね、早朝なんですよね。